江東区深川にある県大山法上院深川閻魔堂で閻魔天おごま焚きが行われました。日本最大の閻魔大王座像を所蔵する深川閻魔堂、毎月1日と16日は御開帳日となっていて、迫力ある大王座像を拝観することができます。ありがたいものを本当にありがたいと思って、とっても綺麗で、感動しますね。またこの日の午後3時からは閻魔天おごま焚きが執り行われ、10名ほどが参加。おごま焚きとは、家内安全や商売繁盛などを祈願して行われる真言宗の行事。御詠歌から始まり、住職がお経を読みながらごまを焚き祈願していきます。参列者は手を合わせ真剣な面持ちで一年の無事を願っていました。息子がちょっと役としとお嫁さんが後役なもんで、それで祈願してさせていただいたんです。毎回家内安全と、それからいつまでも元気でいられる。一年に3回行われるおごま焚き、次回は7月16日に行われるということです。